にご登場いただいております株式会社ルトゥールの社長でえ企画デザイナーでいらっしゃいます久喜和子さんですこんばんは久喜ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますもう今年最後そうなんです、ね、今日最後ですはい <laughs> ぜひまとめ買いもえお勧めさせていただきたいといはいこちらサンドベージュあのこの二色が今日初出しの色でプラムとサンドベージュになります、はい、キラキラとしたこのクレマチスをモチーフに裏には吸湿発熱の 気持ちちいい素材が裏打ちされてます、はい、こういうふうに。なのでお肌にすごくレース楽しんでいただけますけど、えー、切ってないのでここまでつながっています。すね、っていうのがーーすここシェイプもしてるんですがかさばらないんですが、うん、とても。 気持ちよくて、暖かい、暖、はい、<laughs> かさを感じる、吸湿発熱と高機能の素材を使っているインナーが。今日2枚で、このお値段なんですねで。やっぱり重ねケースというのが目的の方多いと思うんですが。はい、そうなんです。これ毛玉できにくいですよ、ね。そうなんです。それは去年から、未加工のものより毛玉ができにくい加工を。肘とか胸とかね、でもなりますよ、ね。それができにくい加工も施しています。クキさん着用の、ね、プありがとうございます。今日デビューの新色でございます。綺麗ですよね。これ私、このレースに。 ぴったり合ってる色かなと思ってこうこう動いた時にキラキラと光るんですよねこういう風にはいこれがプラムのカラーですいいですよねはいこれも伸びますいいですねいいですよねあなるほどやっぱりねあそうそうそうお袖についてるしかもこれも切ってないコースで使っていますここも伸びますはいこことっても伸びてここも伸びるんですねはいでここは縫い代が立たない縫製をずーっ はい。は なのでご覧のプラム大好評で続いて新色サンドベージュとあとブラックが人気ということなのでこれ大人気新色お隣のこれ透けにくいお色としても使えますサンドベージュプラムサンドベージュの新色組もいいしキさんと私ですねプラムブラックもいいしいいですよねお人形さんねサンドベージュとブラック本当にドット JP 使っていただかないと。 買えない、はいはでしょあの私このレースこのプラムが結構キラキラ光ると思うこういうふうにこう。 作てくれた。はい。あの、実はこのレースを作ったのが福井県の工場なんですが。その社長さんも、専務さんも、この色が一番好きですとおっしゃっていただいたんですけど。私も好きです。うん。綺麗ですよね。はい。あの、本当こだわりの素材を使って。はい。一枚当たり千九百九十九円なんで。さあ、お洋服。さあ。ここで。ありがとうございます。ありがとうございます。はいや。 さんそれえっと、はい、何サイズ着てんですか M です。えっと163センチで M サイズを着ています。<laughs> もう伸ばせばどんどん伸びるぐらいなんですが、余裕持ってもヒップすっぽり隠れます。<laughs> そして前に向かってちょっとカットしているのは、<laughs> やはりインナー屋さんが作るインナーなんで、はい、人の体動くことを考えてこの丈にしています。もう邪魔になるところはもう切ってます。<laughs> はい。そしてインジにしてある上に、ここずっと気持ちいい立たない縫製をずっと

ここもしてるんですね<っ>だからこれスポーツに向くっていうのが<っ>ここが伸びるんですよね、はいうん、そうそう窮屈なのねそう,そうなんですよでそう、うん、とても動きやすいのと、はい、よく伸びるのと、はい だからの本当にいろんなもののね下に入れてだいてもんか2つ見えるってことが自分から発する水分と水中の水分も吸い込んで熱に変えてくれるような本当にエコな素材だと思うんですよね本当にこうした時にもうすごいあったかいんですよ今。 あったかいですってあのいろいろ着てきたけどこれあったかいって感じるぐらいの、うん、皆さんが思うぐらいの温かさなんですよ、うんうん、はいであのクキさんね、はい、レースを見せててお客様がいらっしっそうですよね今年はよかったらあのクさんの方にね,そうですねえっとじゃあ人気のプラム行きましょうか、うん、はい、うんはい、えっと ちょっとサンドベージュのおかしてもらいます。これクレマチスのお花を大輪のお花、こんなクオリティでしてます。そして柔軟加工、私ね柔らかさすごいこだわるんですけど、ファイナルセットで柔軟加工、柔軟剤をたっぷり入れてもらって、非常にこの生地に合う柔らかさなんです。でレースついてるとなんかちょっとしたこのそうですね。はい、百六十三センチで M サイズ、小指ぐらいのフィット感です。ここフィットして。 こういういいに伸伸びびて戻るんんでですすよねっぱなしなしじゃだからピタッとしたジャンパースカートとかあのこういうスカートとかにももたつかなくて中に入れれます、はいうん、そしてニットの下に着てもらったら首元チクチク感感じにくいですうん、うん、ここが、えー、っとちょっと長めの袖丈になってるので寒い時はもう駅のホームでこうやってしてもらったらもう手袋してるみたいに、ねはい、あったかいです。うん、伸びます、うんはい、見えるかな ここ伸びない。手まくりをして、落ちてこないような、それぐらいのフィット感です。もう全然ストレスは私は感じないです。はい。それがここもそうですね。これで皆さんで一番あたりが。千九百九十九円。今日だけ、二十三分だけです。はい。で、今日千九百九十九円ですよね。それで。 一冬楽しんでもらって、いつもあこれクキさんにもらったって思ってもらったりとか、<laughs> もうこれもらってあもうこれいらないわっていう人多分いないと思いますよ。本当そうだと思う。あるサイズね。およそサイズ。<う>今年のこの日を待っていました。はい。えー、しっとりとした肌触りもとてもいいです。えク、ー、キさんこちらの商品を買うために新規で登録をしてよかったです。はい、そうなんですか。サイスも素敵です。一枚からあのね嬉しいですね。よろしければ新規会員登録をしていただくとこの商品から使える。 ール無料クーポンを差し上げてますし、はい、で口コミね書いてくれると、はい、また久喜さんがねはい、はい、次回に今回クレマチスという花をモチーフに、はい、非常に上品で奥行きのある、うん、綺麗な柄が出来上がったのでぜひもうあの手元に届いたらまずレース見てもらっていいですかっいう <laughs> あの気持ちいいです素材がいいですって書いていただいてるんですけど、うん、やっぱり水分量って毎年違うんですけどあの こうデータが出てるぐらい水分いっぱい含んでるっていうのが私肌で今わかるんですよね。そしてちょっと今動いてたらあの脇とかも汗かいてるんですけどもうあの熱に変えてるっていうのもそれも肌でわかるんですよ。<laughs> うん、っていうのが私たちの肌とインナーの間があったまるから本当にこの辺もほっかほかなんですよね、今。あとネックは二重になっているので今もうあの本当に鼻の頭に汗かくぐらい本当にあったかいんです。でもかさ 皆様ですね、はい、あの待ち時間もたくさんで、はい、ミルクも大変好評ですそうですかミルクはもう非常になめなめらかな色っていうか m と l が半数です、うん、あ,ありがとうございますうん、うん、あのこうしただけで私顔がちょっと明るくなってないくのそそう <laughs> そうやっぱりね明るくなるんですよ顔が。ここにお顔が来るとパッと,、ね、パッと明るくなるのと、うん、あとあの 非常生地のかさを感じる色ってすごい使えるお色でざ、はい、っくりニットのセーターとかでもいいしシャツの下とかに入れたりとか制服なんかでなんかち,ょっとちらっと白だったら出せるっていう方もいいし、はいろ、はいろ楽しんでいただける発熱インナーです。ね ダウンジャケットとか、うん、あのコートの下でも映えるんですよねこの辺レースがあるだけで。いわゆる、ね、あったかいんなってね。 馬場茶摘みたいだそう。出したら恥ずかしいっていうインナーじゃなくて、ええ、どんどん見せたい。インナーなんですよね。こん,ん,、うん、んなに綺麗なんだから、ええ、はいで、あの久喜さんのチャコールもね。はい、いいお色ですよね。いいですよね。うんうん、はい、あのちょっとブルーがかって去年買った方もチャコール。今年のチャコールになっているので、うん、あのこんな感じです。 お,お襟もこんなに伸びて、うん、こういうふうに伸びてまたプッとしたらこの自然なドレープになるっていうのがいいでしょう。うん、もうキューってなったらもう次切ってくれなくなっちゃうので <laughs> これぐらいになったお客様から、はい、あの学ばせていただいたこのフィット感です。ねはい であの正直ですねやっぱ重ね着を目的にお求めになる方が多いので、はい、これね重ねていくうちにだんね。はい、でなんだったらゴルフとかされる方ね、はい、ウェアの下に入れて頂ければ、はい、実はこれ有のが。<う> ここなんですよここねやっぱり釣り革持って上がってきたらすごい不愉快でしょここすごく伸びるのとあとここ伸びてもここ伸びないって時あるんですけどすっごい伸びるんですよねここもそして古澤さん広げていいですかねこちら M サイズだと思うんですけどこんな伸びるんですよ くき、ね、さん2人ぐらい入りそうそうでもね戻るんですよ、うん、だからつかず離れずフィットして温かさ感じるけどウエストもどなたのウエストラインにもオーダーメイドのようにシュッと沿います、えー、なれならこんな伸びるからそう、だからくきさんはこれは2枚重ねされてらっしゃるってこと、ね、そうなんです全然切れちゃいますね、はい、全然切れますうん、うん、はいそう、私でもね実は M と L を買ってるんですあ そうそうあのやりたいっとったり重ね着の時は M で1枚で着る時き L を着たりとかするんですけどちょっとやっぱりサイズかけるとここちょっと開くかなって思うんですけどそこはねちょっと多めに見てください。 くきさん多分ね、はい、そうやってやってるうちにどんどんんかいでしょう、はい、そう今ねもう私あとしっとり感感じる <laughs> 今ねものすごいぬめっとした私の手がクリームのったみたいになってるのと、うん、あともう汗かいてるから手のひらが、うん、すっごい。 すっごい暖かいんですね。ええ、そうそれぐらいの早く温まるインナーですよ。うんうん、はい。いやそしてね、はい、あのしたった通りで、ね、これからちょっとお家で着られる、はい、伸びてそのやっぱり水分を熱に変えてくれるっていうのはあのもう何もしなくても暖かいっていうのがいいですよね。そうそう,そう,そうね。いやいいと思います。あの。